さあ今回はシビタスというゲームの体験版を遊んでいきます。さあこのゲームはね、絵画的な、絵の世界観で街を作っていく、のんびりとしたねリラックス系の街作りゲームですね。お、なんかでかいとこ引いたんでここでやってみようかな。さあ独特なロード画面ですね。太陽に顔があると。まあ、これも絵の世界って感じなんですかね。湖ね。この周りに家作るみたいなことができると。で、このプロッターで作るらしいんだけど、あ、これ道かな？パスメーカー。で、まずじゃあ家だね。これで、こうね、範囲を決めて、この範囲の中に作っていくみたいな。あれ、ちょっと外したね。ここにつなげてと。で、ここに家を置くみたいです。スプレイストラクチャー。あー、店でもいいんだね。まあ、ちょっと水辺なんで、そうだね。まあ、木でいいかな。ちょっと森感欲しいね。木の家を置くには。で、木が置けると。あ、こういう感じね。あ、いいね、いいね。で、あ、これ木の周りのやつか。ビレッジオープン？なんだろうこれ。休憩所みたいな感じかな。で、倉庫みたい。で、かまどだね。あー、これは作業所みたいな感じになっちゃってるのか。今置いてるものはね。で、この辺いらないっしょ。あー、そうだ、ちょっと木こり的な感じはいいかもね。けどもっと木いるな。どれ置いたっけ？これか。一気にブワッと置けないんだね。やっぱ自然でできた森を再現する場合、やっぱいろんな食物がバランスよくあった方が森のように見えるかなと。よし。あとは、まあ、いいかな。これで1個目完成なのかな。完成させ方がわかんないですけど。だよね、コンプリートプロッターミクリクト。どこで？あ、できたのかこれね。で、まず1軒目の家カッコは完成したと。で、道そうだね。なんかどうしよっかな。あー、きついか。一旦ここで完成させる。こう水辺をね歩けるみたいな感じにしたいんだけど。こうか。あー、いや、だいぶだいぶ危ない道ですけどね。これまあ道が一個できたよと。あ、植えられんじゃん草、こうやって。いいね。店みたいにしたけど。あ、これ壊せんだね。壊すこともできると。で、これ1個完成したんで、あ、完成するともういじれないのかな。あ、こっちの指の方でまたやれるのか。ほーん、ってなるともっと大きめにやっていいんだね。あ、小さめか。家がね、そんな大きくないんで、こんな感じで十分なのかなと。だからもう一軒あって、大きい方がいいかな。いや、そんなにもともと大きくないのか。ちょっと奥の方がいいかなってなると。あって、ちょっと木はなくてなんか違う感じね。こう、キャラバンワゴンがあって、ただ馬がいるわけですよね。馬がいるような感じを作りたいなと。そういう馬小屋的な、これそうなのかな。これくらいしかないですかね、それっぽいものは。で、ちょっとね、こう、こう
水が飲めてみたいなね。あんま近くに置けないんだよな。でちょっと料理してみたいな時代いつですかこれは。ちょっとバレてたんでね。こんな感じかな。あとまあ木はいいか、こいつからもらうみたいな感じで。でこれ完成してるよね。あとは道だね。キャンセルができない。キャンセルが、こうかな。薄いねちゃんと繋がんなかったかな。あ、これ買ってみるのね。引きで見るとクリエイトグループ、あ、ここでグループにできるの。あーで、なんかそういう街みたいな感じでできるわけだ。さあ、これまた作っていくよと。あと、これだ、なんかライツ。地形、あ、盛り上げれる。なるほどね。あ、これ下げれんのか。これ整えるじゃないの。平らにするよ、みたいな。あー、なるほど。地形も変えられるんだね。ちょっとお店作ろうかな。ちょっとまあ川から奥に行った方に作ろうかな。お店また変わるんですかね。ウッドワークショップ、ラージウッドショップ、ストーンワークショップ、ストーンショップ。これ馬小屋じゃない？スターブル。あー、なるほどね。これ何かしら作業場みたいな感じなんだね。馬小屋作ろうかな。じゃあこっちにね、この二人の所有するみたいな。で、これワークショップなんだね。オープンワークショップ。あー、なるほど、作業場なんだ。水飲み場があって、もっとまあ中に置くと思うけどね。ちょっとまあ水のバレルがあって、井戸もあるよと。なんか餌もあった方がいいけど、なんか、納屋的な。納屋的なやつ欲しいですけど。この周りにちょっと、野菜が置いてあるみたいなね。あ、でもこういうのフェンス欲しいかもしれないね。これはでも結構あれだね、横に置けないから不揃い感がすごいですね。あ、テーブルコートが置けんじゃん。あ、まあここは無理だけどね。あ、じゃあなんか家のこの装飾みたいなやつもね、中に置けなくはないのかな。家の装飾ではないか。試そう試そう。スリープロットができてよと。ここでこれ家なわけでしょ。なんかこうなんかまあ無理か。こう置くくらいかな。で引きで見るとこの感じね。こことここ名前がないのかな。ユーネームドプロットと。グループにして、なんか、さっきも A ってやったけども。あ、出てきたっぽい。あ、これで A になったね。あ、なるほどね。これで一つの場所なわけだ。なるほどね。こうやってグループにしていくと。だいぶ遠いですけどね。まあ、あとちょっと道を置いてみたいなね。これ繋がんないのかな。つながってはいるけど、なんかその完全に同じような感じにはならないね。まあこれこっちよりうまくいったかな。だから入るようにしないといけないと。待ち感はあんまないね。点々としてるみたいな感じでのどかなイメージはあるけど、こっから作れんかな。ちょっと話すか。こんな感じで作って、ここにね、家があるみたいな感じで。
違うタイプ置いてみようか。石の家だね。うん、もうそんな変わんないかな。ブルーベリー、ブルーベリー農園的な水辺のほとりで、この脚色していかないといけない。でワゴンがあって、なんか持ってくよみたいな感じかな。このワゴンどういう感じなんだろう。人が持ってるのかな。安定してないよね。あ、馬でやる小型の方か。ちょっとタイプ変わるね、素材によって。フォージシェードも全然形が違うし。テーブルを外に置くんですかこれは。あ、クッキングスタンド、基本外で料理するんだね。まあ外国のバーベキュー的な感じかな。テーブルがあって、草削った方がいいかもしれないね。クッキングスタンドがあってみたいなね。椅子、椅子、椅子と、でここにじゃあ馬のやつかな、ヒッチングポールはね。こっちの方かな。あんまね、前だとね道の人にちょっと迷惑なんで。で完成してみたいなね。もう一軒、あれ、あ、近いと置けないんだね。今石を置いたから、あとこれかな。これレンガ的な感じなんですかね。いや、一番しょぼいや一番しょぼいや、これ。木の実でもないから、なんだろうね。壁の材料が違うと思うんですけど、基本的には。畑はないのかな。これからかな。ダグって、でかい木のある家だけかな。これ引き身と、あ、ここグループ違うか、入れれますけどね。こういう感じで世界が描いていけると。あ、結構これ傾斜あったんだね。角度、あ、変わるわ。まあ、そんなに傾かないけど、こうこっちに向かって傾斜が傾いてるんだね、水の方に向かって。でこうなんかここで生産してね、ここに馬の小屋があってこう運ぶよみたいな。海沿いの町だね。海沿いじゃない、こう湖沿いの町だね。こうどんどんこう世界描いていくみたいな感じですね。これ細かくね、中世の町かな、村だね、どっちかっていうと。描いていけると。まあ体験マナーでまだまだ機能ないですけど、これ生活感が加わればね、だいぶ雰囲気の今作りにね没頭できるんじゃないかなと思って。